はい、皆様おはこんこん、どうもソウスケです。プロ野球スピーツ2015ナルミヤメイサムライ道パート6ですかね、やっていきたいと思います。で、今の成績はこんな感じです。9勝0敗、防御率 1.33。 いやね、ほんといい感じ。無敗神話継続中です。で、チーム状況はこんな感じ。相変わらず 1.5 ゲーム差ですね。で、今回は能力アップしていきましょう。ストレート上げましょうかね。1キロしか上がらんかった。まあ、スタミナも1個上げましょう。これでマックスですね。あとはいいかな。ストレートでこれでプロに入って1キロ上がったってことになりますね。かっこいい。ということでやっていきましょう。本当に今投げてる試合は、1試合とも負け試合がないんでね。まあ、前回はね、スピリッツ相手に、6回2失点やったかな。まあ、耐えたっていう印象ですかね。どちらかといえば。まあ、今日は DeNA 打線なんでね、耐えれることは多分できないと思うんですよね。しっかり抑えれるか、打たれるか、ただどっちかやと思うんですよね。いいね。初回から1点。ありがたいですね。3台打ってるなら、もう1点ぐらい取ってほしかったけど。さあ、今日も抑えますよ。頑張ってね。気は抜きませんよ。相変わらず打撃はスピリッツです。1番から梶谷ですか。梶谷は左ミート低いんですよね。そこはありがたいです。筒香がね、まあ僕、やってるんで知ってますよ。筒香サムライブスやったんでね。なかなか左ミート高いですから、彼。さあ、打ちますよじゃない。抑えますよ。インコース落としました。カジタニで先頭打者ホームランついてるんですね。かっこいいなぁ。うわ、危ない。これ1番に置けばいいんですよね。先頭打者ホームラン持ってるならね。3番まではね、3番も似合ってますよね。ムリエルってもういなくなったんですかね、正直な話。でもウィキペディア見たらね、まだ残ってるみたいなこと書いてたんですけどね、もういなくなったんかな、ちょっとよくわかんないんですけど。まあいいか。持ってる力を出し切ってもらいたいですよね。サークルチェンジ。クワバはどちらかといえば能力が低いんでね、出したくないな。うわ、出してもうたか。ラッキー。フォーク絶好調なんでね、このノリに乗っていきましょう。やっぱりスピリッツになると三振が少なくなりますよね。絶対に当てられるというか。よし、おー、ナイス。さすが今宮って言ったところですね。3番は誰かな。バルとか出ました。ほんまグリエルいなくなったらいなくなったらいいんですからね。もういるならいるでいいんですけど、勘弁してほしいですね。本当足も速くて長打力もあってミートも高いっていうね、まあ、一番勘弁していただきたいタイプですね。まああれですよね、その守備力も高いですしね。本当いるだけで恐ろしいね。わすごい。いつも自分が使ってる人がねこうやって相手になるっていうのも面白いですよね。ベイスターズ1点ビハインド。不法最高。オッケー。素晴らしい。イデホ巨体に合わずいい働き。ご覧いただきましょう。そのリプレイするシーンちょっとおかしいですよね。飛び込んだ後ですからね。もう少しそこなんとかならんのかなっていつも思いますけど、ならないんでしょうね。なってるならやってるって話ですよね。オッケー、ナイスボール。後藤も最後に G ついてるし、なんかあれですね。そんな伸びなかったか。フェンス叩きつけられるかなと思いましたけど、ラッキー。打席には荒波か。6番に荒波って厄介ですね。足が速い選手がいるとはね。今日の先発ピッチャーはダルミヤ。ボール、それ審判ご紹介しているように、たまにあそこストライク取るときとストライク取らんときの差は何なんでしょうね。そうですね、とにかく安心して見てられますからね。内角ストレート、いい球でしたね。最高。ワンボール2ストライクと追い込んでいます。さあフォークボール、さあフォークボール締めましょう。バッターよく見ました。ほんま三振してくれなくなっちゃいましたねスピリッツは。あ、ラッキー。変化球空振り。さあ点取って、はい、取ってくれないですね。さあソフトバンク、まあ、うちのチームから多分いった笑顔でしょうね。多分ね。どのような感覚なんですか。
もうこれはね、バッターは打とうと思った時に詰まらされる。どうなんでしょうね、まあ、誰と交換したのかな、ということですね。交換って言い方も悪いですけど、さあかっこいい応援歌ですね。ここは落としてきました。本当にボール球を全く振ってくれない、つらいな。ファウルになります。変化球を待っていたかもしれませんね。なるほど、まあ、次はストレートを待ってるでしょう。してくるか、サークルチェンジ、オッケー、ライプチ最高。ワンアウトです。鶴岡か、バッターはキャッチャー鶴岡。左に見るとやっぱり高いですね。あのグランプリではね、鶴岡を結構使ってて、うん、なかなか今は能力が高くてね、第2の星として頑張ってくれてますね。まあ、最近グランプリやってないんでね、そろそろなんか違う形で動画上げたいなとは思ってるんですけど、まあ、一番上のねジャパントーナメントかなをクリアしちゃったんでね、あれ以上の大会が出てくれるんかなって言われるとしてないんでしょうね。よし、3回までは完璧ですね。そうですか、このままね抑えれたらね、それこそ何も言うことはないんでしょうけど、そんなことにはいきませんからね。ほらね、あんなボテボテがヒットになりますから、それもツーベース。ほら、キラキ勘弁してほしいな、あのボテボテをヒットにさせられる、それも梶谷ね。バント、バントならバントさせておきましょう。気をつけないといけませんね。バントしました。よし、頼む。一塁送球、ケイアウト、ワンアウト、送りバント成功です。ここでグリエルと筒子を迎えるってね、やっぱり嫌な打線ですね。チャンスの場面を迎えています。彼ならホームランで一気に逆転ってこともあり得るんじゃないですかね。それと、そうですよね、危ない、ちょっと危ない球でしたね。サークルチェンジ、それはちょっと舐めてるくない。ケイラキー舐めてますね。三投は舐めてるよ。成功とはなりませんでした。いや、本当ラッキー。残念でしたね。アウトコース弾き返していった。本当あのラッキーでしたね。うわ、次筒子か。これ切っときたかったけど、ツーアウトで筒子を迎えれるっていうのは良かったんじゃないかと。いい方に捉えましょう。何から入ってくるか。アウトコース打ちました。オッケー。サードうまく止めて。スリーアウトチェンジ。なんとかなんとか。ソフトバンクあと2点ぐらい取ってほしいな。はい。5安打で1得点か。まあそんなもんですかね。バッターも一巡してますんで、そろそろボールに目が慣れてくるものなんじゃないですかね。5回裏頑張っていきますよ。まあ、そうですね、あの絞り球っていうのが見えてくるんじゃないでしょうかね。狙い球をしやられた。そのあたり対策はできるんでしょうか。ラッキーラッキーラッキー。やられましたね。狙いすませたように打たれましたね。バントか、バントさせましょう。さあまず1球目送ります。よし頼む。お、2塁アウト、2塁送球、ラッキー。セカンドホースアウト、いいよ松田。失敗、ワンアウトランナー1塁となりました。いいね。次は江川か。まあ、能力はそこまで高くないけど、卒がない感じですよね、能力がね。多分オール D とかオール E ぐらいでしょうね。一番厄介な感じですね。バットやからどう。よし、ゲッツー、三振ゲッツー、いいね。お、2点目は大きいよ。うん、今日はストライク先行の投球です。今日ストレート多いですね。うん、まあ押していってる感じですね。追いかけるベイスターズの攻撃、どうやろう。スピリッツ相手にどこまでいけるやろう。鶴岡、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。どうでしょうね。ベイスターズビハインドで迎える6回の攻撃です。よし、ショートボールを落とした。何それ。これはショートのエラーです。マジかよ。ノーアウトランナー1塁です。今宮がエラーかよ。まあいつも助けてもらってるんでね、まあ、しゃあないかな。でもあれぐらいは取ってほしかったかな。いや、きっちり役割を、ね、果たしたいですね。まあ、1点はいいとしても、ね、2点目はダメですね。よし、変化球空振り、素晴らしいフォーク、ワンアウトです。いいとこから落ちましたね。うん、よかった。打順は1番に帰ります。バッター、さあここですね、ここからですね、厄介なのは。ヒットを放っています。カジタニか。ワンアウトランナー1塁です。よし、ナイスボー。まあ向こうは平成を狙ってると思いますから、よし、サークルチェンジ、気をつけたいですね。なるほど、さあバッターは何を待っているか。空振りしてくれんかったか。よし、変化球空振り、ラッキー、ツーアウトになりました。いいですね。打順はここで来て2三振、大きいですね。ツーアウトランナー1塁です。スライダー、スピリッツ相手やとあれですね、あのショート取った、雑談する暇がないですね。本気でやらないと勝てないんでね。もう1点、
お、ラッキー。ホームランは大きいよ。さあ、あと3回、芯でも抑えましょう。西さん、こういったゲームの場合、ちょっとしたきっかけで、まあ、この回ですね、一番厄介なのは。もしきっかけがあるとすれば何ですかね。うん、まあとにかくね、この回どう抑えるかですね。よし、いいね。スライダー苦手ならそれを思う存分使っていきましょう。うん、振らないですよね。それは振らないですよね。グリエルですからね、なんだってね。よし、取ってよ。さっきのプレーを OK、帳消しにする。いいプレー、うん、ナイス。さあ、さあ今日は筒香は2打席抑えてますよ。いい当たりはされてますけど。ナルミヤ、まずは先頭バッター藤原さん。大きな打球になった。マジか。あそこのベストピッチを打たれたらもうね、向こうを褒めるしかないですね。バッチ、うん、まあ嬉しいですけどね、やってた企画の人がこうやって活躍してくれるっていうのはゲーム中ですけど。でもあれですね、あの阪神戦にちょっと裏筋、あの太ももの裏をなんか痛めたみたいなこと言ってましたけど、うん、まあなんとか大丈夫そうではありましたね。次の試合ぐらい出てくれるんじゃないかなと期待してます。ツーアウトになっています。もっと大ごと肉離れとかね、アキレス腱断裂とかやったら恐ろしいなと思ってましたけど、まあ無難、普通にねベンチには座ってたんで、まあ良くなってからねしっかりという形で、今三冠王なんでね、頑張ってほしいかなとは思いますね。一塁アウトで3アウト10です。すごいね、一発浮かれましたけど、まあ大丈夫、変えられるかな。すごい点取ってくれましたね。 OK、 今日も勝ち星、7回失点。いい感じですね、本当に無傷の10連勝、うん、本当に言うことないですね、今のところは。いや、いい選手作れたかなと思いますね、うん。で、まあ、自分のピッチングも少しは良くなってきてるのかなとも思います、うん。いやー、それにしてもあの一発、ちょっと悔いが残りますね。でも、インコースは攻めにくかったんでね。あそこのコースしかなかったですね、正直な話は、うん。お、次は阪神戦ですか、楽しみですね。阪神の打線とやるのも、オルブラン頑張ってる。 OK、 お、1年目に手紙来てるんや。お、30通も。いやだから仲間ひがみすぎでしょって毎回思うけどね。でね、今回はこれぐらいして、次回阪神戦取っていきたいと思います。阪神戦が終わったらね、次はオールスターかなとは思ってます。うん、でね、今回はこれぐらいして、また次回やっていきたいと思います。まあ、今回はね、7回1失点スピリッツ相手にね、まあまあまあぼちぼちの成績じゃなかったのかなと思います。それでね、ご視聴ありがとうございました。また次回見てくれたら嬉しいです。それでね、宗介でした。さようなら。